はい、5時ちょうどになりました。今日は、どっちの方が研修さん、どっちの方が緊急時に命助かりやすいかを検証したいと思います。まあ命の危険っていうのはいつ起こりうるか分かりませんからね。そうですよ、もう朝5時の可能性だったらわけですよ。その時にね、助かるっていうことやから。なるほどね。もうこれ誰でも結構です。はい、もちろん迷惑だと思わないのであればお母さんでも、結構ですし、誰でも大丈夫ですんで、選んで自分でこの人やったら絶対俺の命を助けてくれるっていう人。なるほど。朝5時ちょっと迷惑企画ではございますが、それでもこの時間でパッと出た時どうしたの、何かあったかって言ってくれるような人って思うんですよ。そういうことなのね。そこまで言ってくれたら満点です。そっか、どうやるの、芸人かな、地元の友達とかもあるよ。全然、でもお前の地元の友達ほとんど大阪やろ。でも電話出ても助からんと思います。いやでもそれはちゃう、助けに行くって気持ちが強いやつ。気持ちが強いです。会社とも関係あるかい。行くわ、今から。ちょっと今この場におるからあれやけど、稲葉ティスやったらワンコールで出てましたね。今検証できないんで、あれですけど。何それ、どれ。だから俺は2番目になるわ、どうしても。ちょっとずるいよ、稲葉ティスやったらワンコールやったから。出るやろな。いやいやいや、出るかな。どうしたのとかね、だからその電話は一回するして。新山さんになる。ほんまか。でもね、一回俺新山さんに朝5時ぐらい大阪を取る時にね、アックスウンバーの矢野と俺とおって、正直新山さんとかとむちゃくちゃ関係性が深いわけじゃん。一回ご飯ついててくれもらったぐらいやけど、これはい、じゃあ朝5時ぐらい、問題ってクイズ出したよ。なんやで、なこれしてるのにこうはなりませんなーって言ったの。なんでとかって、もうその時間のことじゃない、やっぱね。眠たいとかはない、やっぱ眠たいとかはやっぱその二の次よ。僕はね、決めました。決めました。決めた、決めた。誰ですか。ブラゴーリ大ちゃん。なるほど、まあ、最近マジ仲良いよな。でね、ブラゴーリ大ちゃん、俺これちょっと戦略も正直あるわ。バイトやろ。朝早起きちゃうって昨日言うててた。やし、そう最近むちゃくちゃ誘ってくれるし。あなた、はい、誰ですか。僕はタキオンの秋貞さん。秋貞さんはこの時間は眠り。いや帰っていいよ、正直。あ、出ると思う。あるじゃん、あの感じやろ。なんかわからんけど、そう感じる。見て、この顔出るでしょ。出るやん。アキサダさん、寝るよ。これ出るよ。寝るよ。ぜひ出てほしい。多分ね、お互い避けたところ、鈴木さんを避けた部分もあるよな。ああ、だから避けたところはなんかあんま近い人はね。そうやし、かなり無呼吸運転してるから今。そうやな。寝てて怖いのよ、あいつ一回家止めたけど。っていうのがサウナで二度ほど。あいつは朝助け求める側やから。じゃあ行きますか。どっちから行く？俺から行くわ。お前結構自信あるやろ。ああ、自信あるね。俺、割と賭けやから。俺から行かしてもらう。大ちゃん、だらしないな。どっちかは出てほしいな。うん。俺の方が命助かる。滝音秋貞さん。用意。スタート。マックス？寝る時間。早く。30秒過ぎたらタイムアウト。やばい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 。5、4、3、
3、2、0、1、ダイ！ダメよ。そりゃね、大阪の時は可愛がってくれてたかもしれないよ。東京、長い間会えてないってなっての、朝一の5時はもう、ね。10時ぐらいにかかってきての、でも何やったのが一番しんどい。あ、そうなの？あ、やめよ。じゃあちょっと、いきますよ。伊佐田さん！それでは、中村いきます。よーい、スタート。ちょっと、スタート。大ちゃん、来て。大ちゃん、ダメだよ。大ちゃん、ダメだよ。やばい、ちょっと大ちゃん寝てるパターンや、このパターンは。大ちゃん、大ちゃん、ダメだよ。大ちゃん、大ちゃん、ダメだ。もうちょっと頑張ろう。大ちゃん、おやすみって言うよ。ダメ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 、没企画になるから。大ちゃん、おやすみって。4、3、2、1、えい、終了。とりあえず両方、緊急じゃ死ぬ。ですけど、選択を誤った可能性が。ちょっとね、でもね、ほんまじゃないそれ。ほんまに秋里さん1位か。俺も正直、ブラボー大ちゃんが1位ではないよ。ほんまの1位。ほんまの1位。わかりました。やっぱ正直、動画のこと考えた。な、うん、本気でいこう。ちょっと出したい人というかね。本気で、1位は、割と圧倒的やな。俺も圧倒的。親友拓郎。親友拓郎。高校の友達。福田フェイフェイス。同期の。ああ。こいつは、強いな、さすがに。俺からの電話は出るよ。ちょっと俺先行き。そうやね。タクロ行きます。マジかー、タクロ死ぬ。もうね、迷惑はもう、ね、すいません。これでかからんかったら古谷タクロ、もう用意スタート。タクロはね、大人になったから一人で遊戯王カード始めて、カード屋さん行ってデュエルして、結構そのカード友達作ってる。むちゃくちゃマッチョのそういう感じじゃないやつ。いきなり始めて。確かに写真もね、結構イケてる感じの。20秒。よっしゃー。朝か、ね、朝やからか。迷惑やねんて。拓郎、拓郎仕事あんねんから、お前。一緒にヒッチハイクしたよ。マジか、俺。正直、俺の命しか助かりませんもん。時間すぎるか。フィフ、頼むで。ヘイヘイ、こういうとこでミスる傾向あるか。いきます。せーの。ヘイヘイ。5時は寝てるよね。でも音切って寝るよな、普通。え？音出して寝るお前。え、でも俺ブーブー言ってた起きてもな。バイブなれへんの俺。重要。ボツボツボツ出て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 2、1。じゃあもうちょっともう協力しよう。そうやな、出てくれる人を2人で探す。うん、ってことね。まあそうやな、俺ら死にかけるときは大体一緒やから、どっちか繋がればいいし。どうしようか。やっぱ多少ギャンブルな場所で何かあったんかなと思わせた方が出られる確率高いような気がする。なるほど、近すぎたら、まあ、近すぎたら後回しにされてたやねんな。何やねんが来るか。ドーナツピーナッツさんかな、じゃあ。俺、チロルとか結構絶妙な距離か。ドーナツさんの話していい？何？これだね、大黒町に住んでたんですけど、うん、ちょっと変なバー、いつも近所にありすぎるけど、うん、入ったことないバーとかってあるやん。あるある。ちょっと今日ここ行っちゃおうかみたいになって、うん、同期のエルフの荒川とアクスモバの元気、うん、3人で入ったら客誰もおらんのにカウンターにドーナツさん、ベロベロな、俺がここにいる意味って言ってそのどういうこと。いや、ベロベロやからなんかその追いかけられてると思うんですよ。追いかけられて来た
てってれーのテンションだもんね。ちょちょちょ、普通に店にこんなとこにたまたまドーナツさんいたって、かカニうめーって言ってカニ食べた。なんかはい、なんかその別のお客さん来てカニいりますかって言って、そこでカニ配り出したんです。朝まで飲んでる可能性高いです。あー確かにな、起こすがまずミスってるわ、発想として。せやな、それせやな、ほんまやな。どっちや、誰やろ。ミネオとかじゃん。いやミネオさんも開始にしてこの時間寝るよ。いやでも夜中ゲームとかしてるかもしれない。でゲームしてたら逆に出ないでしょ。あ、無視、手止められへんから後でかけ直す。同期の電話だから。タクロマンか、ギワを着てても出てくれへんからな。スラックスローマン中村元気で、こっちが好きすぎたらそうなる。夜とかに電話かけて出て、朝5時ぐらいにワンギリだけしてかけ直したふりしてくる。エグすぎね、あいつ。シンジ君は、ああ答えじゃん、それ。シンジ君や。シンジ君にかける、いつも大社シンジ君、大阪の俺が組むコンビ結成すると確定する前後一番絡んでたんじゃん、シンジ君。シンジ君、うんこくんで制御部が一緒にシンジ君家泊まったりとか。ちょっと行こう、シンジ君やな。これも出る方も信頼できる友なしコンビ。もう死ぬしかないな。しんじ君です。しんじ君も30秒ルールでいきます。いきましょう、よーいスタート。しんじ君、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 しんじ君。いや、もうここのここら辺で出る。せやな、この辺じゃなくてきついな。しんじ君、しんじ君、俺がかけた方が良かったかも。お前の電話普通にボケや思われるやろ。どう？4、3、2、変えます。人変えない。セーフ。危ない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 。お前動画考えて女の子避けてるとかない？ないか。いや、その、まず避けてるよ。その夜中にベロベロなって、なんか今日思い切ってかけちゃおうでかけてるやつだと思われるよ、久しぶりのやつとか。その感じの方が出やすいじゃん。いや、キモいよ。いや、ちょっとフェイフェイで決めたかったな、俺は。芸人ってこの時間も来てんじゃない？フェイフェイこの動画見てめっちゃ後悔すると思う。ほんと出たかったわ。いや、そんなあれで信用を失うのがほんとやだわ。言う言う、絶対言う。いや、ほんとそういうことじゃない。だって誰も出れないじゃん。おっオッケー、もうこれ、いかして。最後やで。もうちょっと。信じろ、ちょっともう。ご迷惑やわ。黙って。電話も。LINE じゃない。本気よ。お電話ありがとうございます。山口さん、信じてください。